カブトヘンゲクラゲはカブトクラゲ目に属する有口動物の一つ。クシクラゲ類としては珍しい、いわゆるクラゲの形を持つ。種として海底に下面の平らな部分で着底しており、刺激を受けるという運営する。この動物は1992年に伊勢湾の戸賀で発見された2個体をもとに記載された。クシクラゲ類はほとんどが球形や楕円形であるのに対して、 この種は、陰頭の部分が大きく広がり、一般のクラゲのような、傘形に近い形をしている。野外観察ではこの部分を低質につけて、あまり動かず、刺激を受けるという運営する。この群の大部分は大型や防水型などの形で、浮遊するものであり、一部に、気質上に定着し、保食して生活するものがあるが、このクラゲはその両者の中間的な形と取れる。 遊泳中は、仮面クラゲによく似た形をとるが、底面に急速している時には盛り上がった、盤状になる。その体は体軸方向に扁平になっており、半口側は多少ともドーム状になっている。大きさはその径が最大で5センチメートルほど、静的に成熟した状態で発見された最小の個体でその径は6.5ミ、mm、リメートルであった。 触手面の方が陰頭面の方向よりわずかながら狭くなっている。串板列は短くて触手根の位置までしかない。8列の串板列のうちで触手面にあるものはやや短くて互いに寄り合うように伸び、陰頭面に向かうものは残りの1、4の部分に広がって伸びる。1つの串板列に串板は16ある。口側の円は触手面のところで切れ込んだようになり、 それぞれオメガのような形になる。その円沿いは全体に広がって透明で、遊泳時には下に垂れ下がる。耳上突起は一切生じない。添い印頭面の四五感は、生涯にわたって先端が行き止まりになっており、口側の四箇所に C の字型の生殖線を生じる。この位置は印頭面の串板列の先端から先の位置にあたる。袖状突起の円沿いに、 専門の並んだ溝があり、それに沿って二次触手が並ぶ。一次触手は縮小しており、触手根がはっきりと着色して見られるだけとなっている。この触手根からは、袖状突起の円まで二次触手の列が並ぶ。全体に透明だが、触手根と生殖層の製造側が金色を帯びる。学名の俗名は原始的な状態ではあるが、袖状突起が カブトクランゲモク、ローバータを思わせ、他方でその体の形を自由に変えられることが、ヘンゲクランゲゾクランピに似ていることによる。和明もこの二つの群の名を、同じ順番で繋げた形になっている。種商名は生殖層が四つあり、それが目を引くことから。ミネミズホカは、この種を、もっぱら海底で生活する体制には、進化しきっていないものと述べている。普段は、 海底や器物表面に平らに付着している。撮影時の光に反応して浮上するが、しばらくすると着底する。その際に口周辺の二次触手をいっぱいに海底面に広げ、海底の微生物を捕食しているものと思われる。餌は二次触手で捕らえ、それを袖状突起の縁にある専門のある溝に運び込む。飼育下では、プラスチック水槽の底面に張り付いていることが多く、 時には、側面の壁に張り付くこともあったという。アルテミアの孵化した妖精を餌として与えると食べたが、餌を取るために遊泳するようではなかったという。希少な種であると考えられ、採集された場合もごく少数個体のみが発見された、例が多いが、ある程度まとまった数が採集された例もある。沖縄県銀の湾沖では、砂泥底に着底した状態で100以上の個体が、 観察された例もある。原木祭に用いられた個体では生殖層内に陽性が見られ、いわゆる風船クラゲ型陽性を数日おきに放出した。この陽性は放出直後には豆型で約24時間でほぼ塩水型に変わった。それからさらに伸びて2週間後には口が広がり始め、触手症が内側に開いた。一時触手は 体の3倍長で横絵を持つ形から次第に短くなり、2週間で体長程度となった。観察されているのはここまでである。なお、後に、長径3ミリメートル程度の生殖腺が未発達の個体が採集され、これがすでに本種の生体クラゲの特徴を有していた。ことから、本種の変態は、比較的短期に終わり、カブトクラゲ類で知られる。 養形生殖は行わないのだろうとの判断がある。最初の発見は、三重県であったが後に、瀬戸内海や沖縄島などで発見された。その結果を総合すると本市は10.5摂氏23.4度と、幅広い水温に対応できること季節的にも、年間を通して発見があり、また発見された水深も1から38メートルと、幅広い。2013年の段階で、 東京から石垣島に渡って発見されており、少なくとも南日本に広く分布し、各地で定着しているものと推定された。この時点では、その分布は日本だけから知られていたが、さらに2015年には、航海で発見された。本種は、非常に透明であること、またくクラゲ類としては、例外的な、底生生活を営み、驚いて泳ぎ出してもすぐに海底に沈むので、 プランクトンネットなど標準的な最終法では発見が難しいことなどから実際にはより広い海域に生息しており見逃されているのだという可能性が示唆されている。独特な特徴を多く持つことから単一の種で属を立て独自の都がとみなされている。この動物は原始的ながら袖状突起を持ち一時触手が退化している。これらはカブトクラゲ目の特徴である。 他方で、異水関係の配置は一部を除いて風船クラゲ目のものに似ており、本種がこの二つの目の中間的位置にあることを示唆すると取れる。ただし、現時点では他群との関係については明らかではない。以下、種として、広田、久保田ほか峰水ほか、p 三百三十四広田、P463 四百峰水ほか、P334 三百峰水ほか、p 百九十六広田、 p 四百六十一佐々木エトール久保田ほかハットヒロタ p 四百六十一久保田堀田久保田ほかハット愛のエトールヒロタ p 四百六十一、ありがとうございます